一切諸相は相にあらず、諸相非相です。で、実相っていうのはこの非相のことを実相っていうね、まあそういう諸相非相にあらざるを見ば、すなわち如来を見るっていう言葉、とにかく全ては諸相非相、これを実相っていう非相を実相っていうんです。でこれだから、これが色だ、これが空だ。で色即是空、空即是色とも言う。で結局はね、だからそういう相がいかにも姿があるって言いながら、それが実体は持っていないで、そのまんまそうでないっていう、そういうのも、あの今何者か、これ陰もらいっていう陰もって言うんでしょ。でつまりね、無常とかね、縁起とか、あるいは、非相だ実相だっていうことはね、一つのこれ規定してき言葉です。そのいわば説明的な言葉だ。全てはあの無常なんだ、動いてるんだっていうようなのはね、説明した言葉でしょ。それに対して何者か、これ陰もらいとか陰もとか何とかっていうのはね、これはいわば簡単詩的言葉だ。その説明の言葉じゃなくて、簡単詩的に何、あるいは陰も、こういうふうに、まあだからそれであの陰もっていうことの中身はっていうと、そのそういう無常が含まれてるってことは知っとかなきゃ。で今ここにはそういうことなんですね。何よりというか、陰もありと知る、いわゆる信心ともに人界に現れて、我にあらざるゆえにしかありと知るなり。身すでに私にあらず、命は行為に移されてしばらくもとどめがたし、公害いずくえかさりに尋ねんとするに小石なし、つらつら感ずるところに王子の再び王べからざる王子、敵心もとどまらず偏偏として往来したね。ちょっと申し訳ないけど、ちょっとここであのちょっと休ませていただいて、ちょっと証明してきますから皆さんも俺冷えるとどうあれですか。ところでね、このここにも出てくるけど、郊外づくえか他人し尋ねんとするに礎石なしっていうね、のまあ信州のおふみさんにも、明日の美少年、明日の少年美少年、夕べには白骨となるとかなんとか言うじゃない。そうするとそれでハラハラって涙がこぼす人いるね。のすぐ無常っていうと悲しいこと、遠征感でね、仏教が遠征感衛生主義とこう思う人いるわけだ。でまた事実ね、あのお釈迦さんのもうすぐの頃から無常教なんていうお経があるけれど、それ見るともう儚いもの、それで世の中を、だからもうじっと世の中をやめて、そして山へ入って静かに死ぬの待ってろっていうようなね話になっちゃうの。お釈迦さんのすぐの時代からそんなことが起こってると思う。これはね、くだらないことだ。無常なればこそね、また春花も咲くんじゃない。そうするとまたそんなに無常があの悲しがる
涙こぼす人は春花が咲くと今度は浮かれ出しちゃってね、それであの観光旅行に行ったり飲み回ったりしてね、これもくだらないの。そうじゃないんだ、これ無常ってことはね、そういう生存地盤から見ちゃダメだ。その生命っていうのはね、そういうふうに無常であることが生命なんだから、生まれてくるのも無常なら死んでいくのも無常、それでそういう生じ一つのものが本当の生命ってものですよ。でその辺ね、生存的気分でもって見てちゃ話はもう全く当たらない。でここの場合もね、決して衛生的に見ちゃダメですよ。高岩いずくえかさりにし尋ねんとするに小石なし、つらつら感ずるところに王子の再び王べからざる王子、赤心もとどまらず偏偏として往来す。でたとえまことありというとも五河のほとりに滞るものにあらず、いや真実ってこともないわけじゃないけれど、五河のほとりって俺の思いを物足りさすような形であるもんじゃないっていうのね、沢木老師が言われたもん。仏法って生命の実物はね、私の言葉で生命の実物だ。仏法っていうのは無量無変、それでそれをね、おまはんの物足りようを物足りさすもんであろうわけがないって沢木老師が言われたね。本当はそうだ、俺のその思いに物足りるために仏法はないんだ。で陰もなるに無端に発信するものあり、そういうこう生命の実物なんだけれど、その無端にっていうのはね、ふっと始めなくだ、発信っていうといかにもなんか縁があって初めて発信するみたいだけどね、なんとなしにふっとこう無端に発信することがある。というのはどういうことか。その人無人海事故が人無人海事故に帰った時だもん。その時発信するんだ。だからいつ発信したって不思議じゃない。だからこの心を起こるより高麗もてあそぶところを投げ捨てて庶民門を帰還と願い、庶民省を朝鮮と求む。ひとえに私の所為にあらず。いや大体ね、その皆さんがさ、今日ここへ何のために来たかってね、これはあれですよ、この話がね、その世間話じゃないことぐらい初めっから分かってるんだ。そんなにその欲得で面白い話するはずはないわけだ。だけれど本当は世間の話だったら欲得の話だけが面白いんじゃない。それで全て何て言っても世間で最高価値ってや金だ。金が全ての欲望を満足させるから金が一番最高価値だ。そうするとその最高価値の金を手に入れるためにはやっぱりそういういいところへ上の方についてなきゃダメだ。首相ぐらいになれば5億円ぐらいすぐこう春になる。ところがその辺のあれじゃ人殺ししてもまあ2、3万円そうするとやっぱり一番上に首相ぐらいになった、今の5億円じゃそれほどじゃないけど、あの頃の5億円ってはずいぶん大したもん。そうすると今の金でいや何十億でもコロッと入る、よっしゃよっしゃ出ないんだからそれすらやっぱり上の方へ立った方が割がいいって言うんだよ。そうすると今度は蹴落とし合いだ。それで、だから自分の子供もなんとかその蹴落とし合いの
勇者でありあるようにっていうんで、そのためにはいい学校を出さなくちゃなんないっていうんで、勉強しよう勉強しようって言うんでしょ。これがまあ世の中だ。だけどそれなのに今仏法の話っていうのはそれとは全く関係ないんだ。それなのに来たっていうのは何だ、何のために来たんだ。俺はあたかたか陰謀人だ生命の実物生きてるから、だからそういう世間の浮ついた話だけじゃいけないんだっていうね、思えばこそここに来るわけだ。それで庶民門を聞かんと願ったわけだ。それでまた庶民賞を昇仙と願う求むる。これひとえに私の所にあるんです。これ私の考えから出てこない、世間的、私の考えから言ったら世間的なその欲の話からないんだから、それをそういう世間的なあり方だけでいたんじゃ不安だと。そしてこれこういう金っていう世界より何か他のそのあり方があるんじゃなかろうかって、それだけが欲しいんだもんね。だから陰謀人が陰謀人に帰ったわけ。知るべし陰謀人になるゆえにしかあるまい。何を表か陰謀にてありと知る、すなわち陰謀事を縁と思うにおいて陰謀人なりと知るない。いや、私がねその生命の実物を生きてるっていうのはどうしてなんだ、陰謀事を求めるところがあるから、あの事実生命の実物生きてるんだ。すでに陰謀人の面目ある。もうだからね、我々どっちどう転んでも生命の実物生きてんだって、これだけがまあ一番大切なんだ。でどっちどう転んでも仏、十方仏道ちはって、それが一番大切だ。それだけが、その絶対事実をはっきりのこう見つめて、そこへその住み清くなっていくってこと。それが事情を覚えたもん。で今の陰謀事を売れるべから、売れ売るもこれ陰謀事なるがゆえに売れにあらざるなり。それなのにね、もうすべてすでに生命の実物を生きてるのに、それなのに何かこれから改めて何か悟りはなかろうかって言って、ふんふん、その野良犬がゴミため漁るようにそのゴミため漁りするって、これはつまらないんだ。そうじゃないんだ、方向が違うんだと思う。陰謀事を売れるべからだ。そういう外へ向かってその漁り始めちゃダメだ。法華経にもあるでしょ、襟の宝珠ってね、もうあの酔っ払って、それで金持ちの友達と一緒に酒飲んで、それで こっちはルンペン、そしてところが金持ちの友達はあのどうしても行かなくちゃなんないんで、ルンペンの俺は酔っ払って寝込んじゃってる、その間にその帰っちゃったね。あいつひどいやつだ、そのあんな金持ちのくせにあの俺を奢ってくれるんじゃなくって、その払いもしないで行っちゃったってうなぎ屋の太鼓みたいにさ、それであのそのためにまた借金がかさんで一生懸命に働いてる。でまたいつかその金持ちの友人と出会った時に、まだお前そんなことしてんのか、あとお前ひどいやつで、あの時の払いもやらないであの帰っちゃったじゃないかと、バカだな、お前の着物の襟のところにそのあのちゃんと縫い、あの宝石が縫い付けてあるじゃないかって、見たら宝石が縫い付けてあった、でその宝石さえ売りゃもう大金持ちになっちゃうとかって、ね、いう話があったけど、本当にね、我々だから生命の実物っていうのはもう事実もう生きてんだって、これが襟の宝珠ですよ。それを全く知らないで、それでなんか
外へ向かって求める、これが方向違い。また陰文字の陰もあるにも驚くべからず、生命の実物がね、そういう形であるっていう、ね、みんなにはわからないように、その友達がその酔っ払っている間にこう着物に宝石をね縫い付けておいてくれたような形で あるっていうね、そういう妙なその生命の実物のそういうあり方、これに驚くべからず、たとえ驚き怪しむまる因もありとも、さらにこれ因もない、そういうふうにこんな変なあり方するってびっくりするんですよ。そんなたとえびっくりしてもそれも生命の実物だ。いや、この道元禅師はこれ非常に親切でしょ、これ書いてあるのね。もう生命の実物、どっちへどう転んでも我々生命の実物生きてるんだっていうね、それを繰り返し繰り返し書いてるんだ。だからまあ この辺に多く味わって、そして本当にその本当の意味で生命の実物に深まっていかなくちゃダメだ。驚くべからずという因もあるないだ。これただ物量にて量すべからず、心量にて量すべからず、北海量にて量すべからず、人海量にて量すべからず。これはね、国庫部の実物だから、この測るべき量がない。いや、今仏とか神とか北海とか人海とかって言うけれどね、そういうのでさえもそういう量さえもない。どこまでも切字一物即不中だ、なんとも言葉じゃ言えないところで、ただまさにすでにこれ陰もに何ぞ陰もの字を憂えんなるべし。実際にもう生命の実物生きてんだから、その向こう側にいかなる意味においても向こう側に相手にすべきものがない。もう私自身が生命の実物で、それで向こう側に相手になるものがない。このゆえに正式の因もは因もなるべし、新人の因もは因もなるべし、諸物の因もは因もなるべきなる。だからただこの因もが因もするだけ、生命の実物がまっすぐ生命の実物するだけ、これがだから道元禅師の「止観」のことね、「止観」ということの根本です。例えば一によって倒れるものの時を因もないと因もえなるの、必ず地によって起きるの因もの時、地によって倒れるを怪しまざるなり。例えばね、その地上で倒れた、その時にこう起き上がる、残る時に地の地面の上で倒れたんだっていうことを、起き上がる時に怪しまないって、不思議には思わないけどね、これはどうせ倒れるのも起きるのも地面の上の話だ。今我々が迷うのも悟るのもね、その一心上のことだ。一心上ってこれたったこれ一心上のことで、だから昔より生きたり、祭典より生きたり、天上より生きたり、来たれるどうあり、いわゆるもし地によって倒れれば、かえって地によってを地を離れて起きんことを求むるも、ついにその理なしと。地べたで倒れたんなら地べたに
で、たあの手ついて起き上がらなくちゃった。これはちっちゃな子供だったそうだと。いわゆる道はいうところは、地によりて倒るものは必ず地によりて置く、地によらずして起きんことを求むるはさらに上からずとなり、しかあるをそういうあり方をだ、こねんして大悟を売る橋とし、信心をもろくる道とせる、せる。そういうあり方ね、地面で倒れた地面で立ち上がる、そういうあり方を取り上げて大悟を売る橋とする、これはブリッジだろう。それから信心をもろくる道とせる。結局はね、これどういうことかって言ったら、我々が座禅した。そして座禅して、ところがいろいろこう頭に浮かんでくるじゃない。ところがこれまた座禅に戻ると、今まで頭に浮かんでたものがふっと消えるでしょ。これだ。それをまあ私がいつも言うけれど、それを百千万発してる間にね。はっきり分かることは何ね、その全て思いは頭の分泌物だ。その全ての思いは頭の分泌物で、ほいでなんだかんだって迷った苦しんだ絶望したって言ってね言うけれど、それは頭の中の出来事でしかない。私が以前に書いたことあるけど、私も時々漫画描くもんね。こういう頭の中は頭のことをドイツ語じゃコップっていうじゃないか。コップの中は大嵐だ。これ大嵐が吹いてる。コップの中は大嵐。なんだ頭の中の話だけじゃないかっていうね。そういう酸をつけて。なんだ。要するにね、倒れんのも一心上なんだ。我々が迷うのも、それでもって起きるのも一心上なんだ。だからなんだ頭の中だけの話じゃないかってね、結局は我々の頭だけが迷うんだ。それで頭だけが悟るんだ。だから悟りと迷いとって分かれる以前のところに今座ってんだ。これこの結果数はちょっとあんまりかっこよくないもうちょっとどうぞね、今結果を出してるってね、名と語と分かれる以前のところに座ってんだ。それがそのだから名と語とってね、迷いと悟りとって分かれるのは頭の中で分かれるんだから、どうせ分別だ。いいですか。それで今本当に大切なのはそういう二つに分かれる以前の生命の実物に座る。これが座禅なんだ。それで、地下あるをこねにして、大悟を売る橋とし、信心をものくる道とせんだ。
このゆえにもしいかなるか諸仏浄土の道になると悶弱するにも地に倒るる者の地によいて送るがごとしというわけ。これを参求して高麗をも到達すべし、松城をも到達すべし、小刀院文字をも到達すべし。いや今までのこと、高麗ってのは今までのことだから松城っていうのは行く末のこと、小刀院文字っていうのは今そのものをも到達すべし。で第五符号百名失明、迷ったり迷いを捨てたりだね、日後下後にさえらる、名にさえらる、共にこれ地に倒るる者の地によりて送る道理なり、これ天上天下の道徳なり、祭天統治の道徳なり、公を本来の道徳だ、古物神仏の道徳なり、この道徳さらにどう右にあらず、どう受けてあらざるなりと、このところ結局一心上の名号でその他のもんじゃないってことだ。しかあれども陰萌えのみにしてさらに不陰萌えなきはこの言葉を探求せざるがごとし、要するに地面によって迷うんだから地面に手ついて立ち上がるっていうね、それだけじゃダメで、不陰陰もえだけじゃダメで、不陰もえもあるべきだっていう。たとえ古物の道徳は陰も伝われるというとも、今地において倒れたものは地において起きるってね、それはまあ古物の道徳だ、そして陰も伝われるというとも、さらに古物として古物の道を悶弱せんとき向上の悶弱あるべし、もし自分自身が古物になって、そして古物の道を聞いたら、それ以上の聞き方があるはずだと、こういうことね。いまだ祭天に同種せず、天上に同種せずといえども、さらに同弱の道理あるなり。いや、今までには言われていないけれど、しかしながら、さらに、この、言い方があるあるはずだっていうかね、いわゆる地によりて倒るるもの、もし地によりて起きんことを求むるには無量号を振るにさらに置くべからず、まさに一つの活路より送ることを売るなり。いや地によって倒れたら地によって起きるんだってね、今は今度はその、裏側を言う、いわゆる地によりて倒れるものは必ず空によりて、空によりて倒れるものは必ず地によりて送るなり。これね、だから思いは頭の分泌物ってそれだけで考えてりゃいいってもんじゃないんだ。かえってね、思いは頭の分泌物ってことは思いを手放しにする、これが空だ。空っていうのはつかめないってことでね、実際に頭手放しにして座の座禅するっていうところで初めてその空によって起きるんだ。だから座禅するときにその差物も測らぬっていうことは必要です。その仏さんになりたい悟りたいってそんなんじゃダメだ。で地によりて倒れるもの必ず空によりて起きる、で空によりて倒れるものは必ず地によりて起きる。これじゃあ全くね、空によって倒れるってね、じゃあ全く無念無心がいいのかと、こういう無念無想がいいのかって、そうじゃない、そういうあれではその地によって起きなくちゃならない。空って言って無念 無想っていうね、それじゃあ生命がない。だいたい我々は頭でいろいろ考えるって、これも生命の実物なんだから。それで頭で考えないことが生命ってもんじゃないんです。
我々頭で自由にこう考える、だから植物人間になるのが真実じゃないの。頭の働き、それぐるみが生命なんだから、そういう結局大切なのは生命の実物として頭も働かさなきゃだめ。そういうのは般若の知恵っていう。だから本当はね、空と知と、知と空とってそんなにね違ったもんじゃない。知と空とって分かれる以前のとこからまだこれも見なくちゃならない。だからもし陰もあらざらんはついに起こることはあるべからず、諸仏諸尊皆格のごとくありしなり。もし人相手陰も問わん、空と地と愛さることいくばくぞ、陰も悶弱戦に彼に迎えて陰も言うべし、空と地と愛さること108000になりた。いやこれあれですね、空と地とってね、この世と極楽浄土と10万億度って仏教の言い方そんなのなんだ。この場合108000里の、何それこそ何億光年という、距離のから見てみたら108000なんていうのほんの、あれじゃない、微塵でしかない。でこれもだから故郷の牧に例えば世界広きこと一条なれば故郷広きこと一条ってのは絶対でしょ。あれと同じ使い方ね。これ全てね仏教のこのことに道元禅師の正法眼蔵に出てくる言葉、どれもこれも世間的な言葉の使い方じゃないんだから、仏法としての言葉の使い方、仏語なんだからね。この場合も108000里って言ってる、決して遠いっていうことじゃない、また近いってことでもない。空、これお聞き書き書ね、こう書いてある所詮この108000里といっても当主と心上から、近しと心上から、空と空の間も108000里、地と地の空間も108000里と言うべきだって書いてある。これ本当に、それじゃあって地と空とってね、そんなに別もんじゃない、二つに分かれる以前っていうとこから見たね。でもし地によりて倒れれば必ず空によっておき、空を離れて金ことを求むるもついにその理なし、もし空によりて倒れれば必ず地によりておき、地を離れておきんことを求むるもついにその理なし。いやこれもあれですね、地と空と、あるいは起きると倒れるとってね、本当はそういう二つに分かれる以前が大切なんだ。それでその時に倒れるも起きるも二つのもんじゃない、不二だ。そして大切なのはそういう不二の実物だ、陰もだ。でだから陰もになる家に何ぞ陰もの字を憂えん。もし未だ格のごとく同種せざらんは仏道の地空の量、未だ知らざるなり、未だ見ざるなり、ね、結局は今仏道っていう仏法から言えば、いつでも二つに分かれる以前、そのところだけです。でそこへこの二つに分かれる以前だから、そういう二つに分かれる以前の実物になんとかなりたいっていうね、そしてそれに合格しただろうかしないだろうか、合格か不合格か、悟ったか迷ったか、まだ悟ってないかって、そんなことを考えたらこれこそ全く見当が外れちゃう。ただこのどっちへどう転んでも生命の実物生きてるんです。
そこをどこまでも、だからここは深さだ、どこまでも深いあれで、どうせ我々頭持ってる生きてるんだからね、さっきも言ったように頭から考えればそういう生命の実物は深い、無限に深い、その深さにただ深まっていくっていう意味があるな。でそういうふうに見て初めて知と空という量が初めて分かるということですね。じゃあまあ今日はそこまでです。Oh.